それでは ERS44MF のご紹介となります。まずはじめに本装置のフロントリアパネルをご紹介いたします。フロントパネルはタッチパネル操作となっております。またオプションキットにより脱着可能となっており、取り外してイーサネットで接続し、遠隔制御用のリモコンとしてもご使用いただくことが可能です。背面図下段の中央部4つの BNC が IO カスタマイズ機能になり、入出力数を切り替えることができます。 GPIO コネクターはハーフピッチタイプのコネクターですが、 D サブコネクターに変換するオプションケーブルもご用意しております。次に主な仕様をご紹介いたします。 1U ハーフサイズのルーティングスイッチャーとなり、 12GBSDI から SDSDI まで幅広いビットレートに対応しております。運用に応じて入出力構成を変更できる入出力数フリーアサイン機能を装備しております。その他簡易マルチビューア機能、 AVDL 機能も標準機能として搭載しております。先ほどご紹介のようにフロントパネルは脱着可能で、リモートキットを組み込むことでリモコン用途での運用が可能となります。またフロントパネルによる操作に加え、RS232C、GPIO、SNMP、WebGUI によるリモート監視・制御が可能となります。1U ハーフサイズながら、ご用途に応じて AC アダプターによるリダンダント電源に対応可能となっており、信頼性が求められる用途でもご使用いただくことが可能となります。それではここから、製品の説明は若月が、実機デモのオペレートを小池が担当して、製品をご説明させていただきます。はじめに入出力数カスタマイズ機能のご説明です。運用に合わせて入出力数のフリーアサインが可能です。入出力の構成に応じてリア BNC の入出力構成が変化します。今回は WebGUI によるリモート操作にてアサイン方法をご説明いたします。デモを担当します小池です。では早速入出力数カスタマイズ機能のデモをご覧いただきましょう。入力映像数のカスタマイズには、ウェブページの場合スイッチングページの IO コンフィグレーションで設定します。現在は 2×6 の設定になっています。これをまず 6×2 に設定してみます。 6×2 になりました。次に 4×4 に設定してみましょう。4×4 になりました。変更すると本体の画面に即座に設定が反映されたことがわかると思います。このように簡単に入力数を変更できるのが特徴の一つです。続いて簡易マルチビューア機能のご説明をさせていただきます。本装置は入力信号確認用の簡易マルチビューア専用出力を搭載しております。従来ルーターで切り替える前に入力信号を確認するためには、前段で分配した信号をマルチビューアで確認したり、デストをマルチビューアに使用するためにマトリックススイッチャーサイズを大きくする必要がありました。簡易マルチビューア専用出力により、マルチビューア用にマトリックス出力を消費したり、分配機およびマルチビューアの準備が不要となります。また簡易マルチビューア出力は HDSDI または 12GBSDI をサポートしており、表示するモニター仕様に応じて選択が可能です。さらに簡易マルチビューア出力画面上にはソース名称、タイムコードや音声レベルメーターなど各信号の情報を表示することが可能となります。それでは早速マルチビューアのデモをご覧いただきましょう。マルチビューアの設定は、マルチビューアページの MV モードで設定変更が可能です。現在は1スクリーンになっているので、6スクリーンに変更します。次に4スクリーンに変更します。マルチビューアには、タイムコード、オーディオレベルメーター、タイトルの OSD 表示が可能です。
タイムコード表示は LTC、VITC が選べます。今回は LTC を選択してみます。オーディオレベルメーターは表示したいチャンネルを選びます。今回は16チャンネルを選びます。タイトルはあらかじめ設定した文字を表示します。ディスプレイをチェックすると表示可能です。簡単に OSD 表示をアレンジできるのも特徴の一つです。もう一つ大きな機能として AVDL 機能のご説明をさせていただきます。ブランキングスイッチを行うためには入力信号が同一フォーマットで位相が合っている必要があります。同一フォーマットでも信号位相にズレがある場合、同期乱れが生じ、高段装置で大きく映像が乱れることになります。これを避けるためルーター高段に AVDL 等を設置し信号位相を合わせる必要があります。 ERS44MF は AVDL 機能を標準搭載していますので、同一フォーマットの SDI 信号の位相ずれを吸収し、位相があった状態でスイッチングポイントでの切り替えが可能となります。では AVDL のデモをご覧いただきましょう。まず4ライン位相をずらした信号の切り替えを行います。この状態で切り替えると切り替えの瞬間にショックが生じることがわかると思います。では AVDL の回路を通してみます。次に位相調整を行います。位相調整にはオートボタンを押してセットボタンを押します。調整した結果4ライン位相がずれていることが確認できました。再度アウトセレクトページで映像を切り替えてみます。 AVDL 機能で調整した結果ショックが出なくなりました。最後に WebGUI のステータス確認機能をご説明させていただきます。では WebGUI のステータス表示のデモをご覧いただきましょう。まずはスイッチングページの右側の図です。先ほど説明した通りダイレクトパスを外してみます。視覚的に回路構成を確認いただけます。さらにステータス表示ではエラー、ウォーニング、表示を選択可能です。現在このデモで使用している ERS44MF の電源はシングルで稼働していますが、パワー2のエラーチェックを外しているのでエラー表示をしていません。パワー2のエラーのチェックを入れるとエラーを表示します。このようにエラー、ウォーニングで確認したい項目だけ選択することが可能となっています。そしてインプット・アウトプットページを見てみましょう。 6×2 の設定になっているので6入力・2出力の信号の状態が一目でわかるようになっています。このように WebGUI が見やすくなっていることで安全な運用ができるようになっています。以上でデモは終了です。ERS44MF のほかに ERS44MF 同様に入出力数フリーアサイン機能に対応した ERS4412G、 4入力4出力に対応した ERS44HSA の合計3ラインナップがございます。小型ならではの使い勝手の良さがございますので、ぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。